イングランド南部のドーセット州のパーベック半島に位置するシュタットランドという町に存在するチョークでできた2つの会食柱である。2本あることからオールドハリーとその妻と呼ばれる場合もあるが、実は過去に1本だけになっていた時代もあって2003年、現在の妻は2代目にあたる。これらの岩はドーセット州のサウスウェストコーストパスから見ることができる。 オールドハリーロックスと彼の妻置きから、オールドハリーロックスは、おおよそ北陸50度64分、成形01度92分に位置する。ここは、ジュラシックコーストの一部である。ユネスコの世界遺産に登録されている、ジュラシックコーストは、デボン州東部のエクスマス近郊のオルカムポイントから、ドーセット州東部のスワネージ近郊にある、このオールドハリーロックスまで、 およそ 153km にわたって伸びている。ジュラシックコーストにある断崖は、西に行くほど古い時代に形成された岩石で、できており、東に行くにつれて徐々に、新しい岩石でできている。そして、このオールドハリーロックスは、ジュラシックコーストの最も東の地点に位置する。すなわち、ジュラシックコーストの中では、最も新しい岩石で形成されているわけである。 このオールドハリーロックス周辺のチョークが形成されたのは約6500万年前。そしてこのチョークにはフリントの層が所々に含まれている。このチョークでできた岩盤に海の波が当たり柔らかい部分が徐々に侵食されることで岬のような場所に小さな洞窟ができ、さらにそれが岬を貫通して天然のアーチを形成し、そのアーチが崩落して、 アーチの支柱の部分だけが残ったことで、ここに会食柱が形成されたと考えられている。ここの岩盤は侵食され続けており、1896年には、ここにあった一本の会食柱が崩れ去った。しかし、その後も侵食が続き、幅の狭い地境から新たに一本の会食柱が形成された。こうして、 ここには2003年現在も2本の会食柱が存在している。オールドハリーロックスには次のような伝説が存在する。ありがとうございます。